いらっしゃいませようこそヤンデレカフェヤンデスへ予約されていたお客様でございますねお待ちしておりました個室予約されてますよねではこちらへどうぞそれにしても初めてで個室予約するなんて お客様ではなかなかおりませんよ私たち店員の間ですらなかなか聞いたことがないのでびっくりしましたあ着きましたこちらの個室、ヤンデレルームになりますどうぞお入りくださいそちらの椅子にお座りください では、事前予約の希望の紙のご確認をお願いします。変更や誤りはありませんかそうですか。では。少し時間がかかるので、こちらの注意事項の紙を読んでしばらくお待ちください。あ、言い忘れてました。 お待ちの間このお部屋を調べてもいいですよ思う存分どうぞお楽しみくださいさてとへえ急いで準備しないとな早くスタッフルーム行かないとあの可愛いいお客さん待たせちゃう失礼します て誰もいないか今みんなカフェか個室だな俺も頑張らないとそれにしてもこの希望真面目でやんでるな優しいお兄さんって <laughs> オフの日の俺じゃん <laughs> マジかそれなら普段の私服とメイクすればいいかオプションはああないのかよ それは初めてだからやらなかったのかなあの子もおろタイプだな注意事項を読んでるかわからないけどオプションこっそり持ってくかあとあと俺が払えばいいし着替えるかよしこれでオッケーそれにこの店 マッチングアプリみたいな感じの制度店員限定であるんだったよな好きなタイプや理想のお客さん来たら自分の好きにしていいって前に店長言ってたし付き合う流れになってうまくいった人多いとか言うし運が良かったらまあ仕事掛け持ち減ることになるけどそこそこあるからいっかメイクは変えなくてもいいから よしあとは髪型変えるかよしこれで完璧あとは注文してあるランチセット取りに行かないと失礼します先輩カレーのランチセットできてます あ、そこですか。ありがとうございます。<laughs> わかりますいやー、モロタイプの子来たんで、もしかしたら俺告白するかもしれないです。それじゃ頑張って行ってきます。ただいまいい子にしてたお腹空いてるでしょはい、ご飯。君の好きなカレーだよ。 どうしたの顔真っ赤だけどちょっとごめん虎によし隣に座るようん熱はないみたいぼーっとしてるから俺が食べさせてあげるえ自分で食べれるって だいじょうぶならみててあげるからたべて <laughs> かわいいなもうんもしかしてなにかはいってると思ったの安心ししてあやしいくすりとかいれてないからそんなことするときはきみがへんなこと。 普段からいい子の君にはしないよだから早く食べてどうおいしい <laughs> よかった全部残さずに食べてねおいしかった君が喜んでくれるならまた作るよ ねえ抱きしめてもいい今日は俺を指名してくれてありがとう今からサービスでこれから楽しいことしてあげるよその前に俺の膝の上座って何してるの早く来て <laughs> よいしょっと いい匂いだなぁ食べちゃいたくなるなぁねえ目つむって <laughs> おっと暴れないで言うこと聞かないとどうなるかわかってるよねわかってるならこのまま深呼吸してほら吸って 吐いてよ二三回繰り返して吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いて <laughs> うまくいった早く連れて帰らないとその前に 店長に LINE で報告しないとよしお客さん寝てしまったので連れて帰りますこの子友達の知り合いなんで送ってきます送信と <laughs> 俺たちの家に着いたら2人だけであんなことやこんなことをいっぱいしような もし逃げようとしたら、歩けないようにしちゃうかもしれないから、言うことはちゃんと聞いてほしいな。<laughs> さあ行こうか。二人だけの世界へ。